とも表記する江戸時代の地方三役の一つ。江戸時代の五人組の筆頭の五人組頭のこと。戦国時代、江戸時代における武士の編成単位の長。東日本と西日本で役割に若干の相違があると指摘されるが、身分は百姓で一般には庄屋、名主を補佐する役職である。年寄りとも、あるいは組合村の代表者を、 組頭と称することもあった。北海道や樺太及び北方領土で組頭に相当する役職に倉庫遣いや小遣いがあり、江戸の有力者が正木藩や函館奉行の行うブイク政策で任命された。幕末になると倉庫遣いは総年寄りに小遣いも年寄りにそれぞれ解消されている。戦国江戸時代の組は領主の家ごとに違いがある。 組とは、武士の編成単位で、本来は戦闘の単位であるが、平時にも身分等級によって役が与えられ、組に編成されていた。組頭とは、大名の家臣団組織の中で、組を指揮した頭のことである。江戸幕府、江ノ森進、日露和親条約調印後の幕府の、北方地域政策について、東北学院大学論集歴史と、文化2014年52巻。 P17 から37、ネー400億 1, 2千五5万1072。ありがとうございます。